松潤さんこんばんは。思い出したんですけども、私ねリチャード・クレーダーマンさんのコンサートに行ったことがあるんですよ。2時間ほどの、パフォーマンスだったんですけども、会場いっぱいでね、とっても盛り上がって、私もね大好きな曲を何曲も聴いてよかったなと思います。リチャード・クレーダーマンさんっていうのは結構日本にいらっしゃってですね、で広島で公演することも多かったんですよ。で当時私が行った時は団子三兄弟っていう曲が流行ってましてね、随分前ですよね、二十数年前なんですけども、それをピアノで弾いてくださったかなっていうのも印象深かったですね。で当時日本で流行ってた映画の曲も何曲かやってくださって、いろいろとね日本の視聴者さんのこと考えてるんだなと思いながらコンサートでした。それから最近見た映画、ここ5年なんですけどもね、ピアニストっていう、なんですかね、ユダヤ人の迫害のねナチスドイツとの戦争を逃れながら、最後ねピアニストとして再出発していくラストシーンが感動というね、このピアニストという映画もちょっと反戦映画ではあるんですけどね、なんか思い出すことができました。松潤さんとのやり取りの中で私もね、あの音楽に対しての向き合い方っていうのがまた一層深くなったかなと思います。そういうふうにやっぱりね、音楽や音楽に取り組む姿勢って人の気持ちを引きつけるんだろうなと思うんですよ。まあ、その中でね、高田さんもチャンネル登録していただいたりとか、リクエストくださったりとか、交流始まりましたね。この調子で頑張っていただきたいと思います。まずはファンを、このね、一人のファンを掴んだということで、ご認識いただければと思いますね。まあ、これからもね、その一人に向かって精一杯やっていくってことを繰り返していけば、必ず松潤さんに大きな道が開けると思います。でも結構早かったですね。だからね、動画の更新を高めれば高めるほど出会いが増えますから、そういうことだと思いますよ。それでは今回は以上です。また次回お楽しみさせていただきます。では失礼します。